Hola, Lucy no. Y Chariba. Amigos. Buenos días, amigos de FM Urumá. Les habla Lucy y Nao desde el programa de Chariba Amigos. Todos los lunes de 11 a 12 del día para deleitarlos con música de Okinawa e invitados. Amigos, hoy estamos 28 de diciembre. Ya se termina el año. Y bueno, aquí el calendario chino todavía estamos 18 de noviembre. Amigos, hoy la temperatura baja un poquito y está lloviendo acá en Okinawa. Creo que el año nuevo la vamos a pasar con días lluviosos. Bueno, ¿qué les pasó con Nao? Minasan, ohayou gozaimasu. 12 月28日月曜日午前11時ルシのチャリバーアミーゴスの時間が本日もやってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。12月に入って、はっさ、早いね。なんでいつまで12月なのって言ってるうちに、もう早最終週28日となりまして、本当に残るところあとわずかの2015年となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。沖縄はもう順調に冬に向かってるなって思ってたら急に真夏になりまして、12月に26度、ねえ、風も生暖かいというか初夏というか早春の風が吹いてましたけどね、またやっと少し冬らしくなって、クリスマスもまあまあクリスマスかなみたいな雰囲気の中でも、なんか、ラジオで今日来ながら、はいはい、あのお正月は暖かいお正月になりそう。またですか、はい、あっさ、まあ、一応ね、この季節は季節季節に味わいたいなと思うんですけど、ルシーさんの故郷ペルーはクリスマスも真夏なんですよね、はい、南半球ですか、まあ、反対いつもどんな感じだったの？季節は反対ですね。クリスマスみんなさ、あのツリーには雪とか乗せたりとか、サンタさんあんな厚着してるんですけど、ペルーではどんな感じに？だからね、あの、ペルーは、夏だから、あのサンタさんの格好する人もかわいそうで、デパートなんか一応やるな、あんな感じやるよ夏なのに、でクリスマスツリーも飾るけど、雪も飾るしね。でも暑いでしょ、みんなもうノースリーブで、あの夏格好して、それはあのまた別として、このイエス・キリストというの、あのちっちゃい時の、はい、あのお人形さんみたいな、なんかそういう、そういうあれも飾る、あのツリーの隣に、はいはいはい、生まれた時の風景。沖縄はもう沖縄、まあ、まあ一般的なね、日本ではこのなんていうんですか、ビジネス的にまあね、行事として楽しんでるだけですが、ペルーではやはり宗教的な意味合いも込めて家族で過ごしたりとか、はい、ね、家族と、あのみんな家族と一番親しい友達とか親友とか、みんな、あのおしゃべりしながら七面鳥を食べますね。七面鳥とかいろいろテレビとか映画とかで見るんですが、七面鳥、まだ食べたことないけどさ鶏とどう違うの？チキンと大きいよ、まあ、大きい味はそんなに油はないんですけど、あさりしてて、この中身のがあのいろいろ入れるのは美味しいですね。この体の中にいろんなの入れて料理するの、調理するのね、まあこの楽しみの一つなんじゃね、クリスマスの料理もね。さあ、今週はルシーさんどうやって過ごしました？先週、あ、そうですよ、大事なものを忘れてました。あのケンさんの土曜日に行ってきました、第5回アネラ音楽祭、はい、ルシ、私ちょっと他の仕事があって残念ながらお邪魔できませんでしたが、ルーシーは行ってきました、はい、すごい、あの感動しました。みんな上手で、まあ、あの歌だけじゃなくて楽器弾きながら歌ったりとか、あの演奏だけしたりとか、もうプロ並みですね、みんな本当に、はい、あのルシが撮ってくれた写真でブログにもアップさせていただきました。あ、ファンキーもいたんですね。はい、ファンキーさんもすごい受付で、
バルーン、はい、バルーンの何飾り、はいはいはい、もうあのすごい良かったですね。うん、あのメンバーの一人として、はい、うん、いろんな風に、サポートもファンキーもしてるっていうことですね、はい、お手伝い、あのグッズのところに、うんうん、あのこの、アネラのメンバーが作って、手作りで、うん、いろんな商品がありましたね、うん、写真とか、風景写真とかカレンダーとか、うん、まあ、いろいろありましたね。その方々が持ってるものをもう存分発揮したいと、やっぱりみんな思うさね。その場をケンさんたちも用意して、そしてそれもサポートしてくれる人たちもいっぱいいてということで、はい、もうアネラ音楽祭第5回を迎えたということですが、はい、最後にあの賞状もらえ、あのいた、あの、ね、ケンさんが、はい、あここまでよく頑張ってきましたね、はい、またこれからもよく頑張ってくださいね、はい、的な賞状、ケンさん授与されたということですが、まあ、その場で初めてルーシーが会ったというジャハナ・イサムさん、はい、コンスタント・グローというバンドですね、CD いただいてきましたね、はいはい、それを今日の CD 第1曲目として皆様にお聴きいただきたいと思いますが、はい、5曲入っている中から桜はまだかという、うん、すごいいい曲でした、はい、皆様にお届けしたいと思います。Hay amigos, este, la canción que les vamos a hacer escuchar ahora es una canción de, que se llama Sakura wa Madaka. El grupo se llama Constanto Gro. Este, es, el vocalista es este, un muchacho este, con limitaciones físicas, pero canta lindo. Es, la canción se llama Sakura wa Madaka.
ジャーナイサムさん、コンスタントグローで桜まだかお聞きいただきました。エクシャロンポール、グループコンスタントグロー、はい、ボカリスタイサム・ジャハナ、ラカンシオン桜はまだか。車椅子で音楽活動しているジャハナ・イサムさんなんですね。沖縄タイムズに載った記事をご紹介したいと思います。今、聞いていただいたジャハナ・イサムさんですが、ボーカルを務めるバンドコンスタントグロの仲間と制作した CD をまずは5万枚無料配布することを目標としているということです。これの中の何枚かをルーシーがその日にいただいてきました。追加制作のための資金集めと今ある分の CD を配り、個人の募金や企業スポンサーを募っているということです。伝えたいメッセージが届くよう本気で配っているとジャハナさんは話し、協力を呼びかけているということですね。ジャハナさんは生まれつき、骨髄性筋萎縮症という筋肉が徐々に衰えていく難病なんですね。呼吸をする筋肉も衰えていくとされ、ジャハナさんが歌うことは奇跡とされているんですね。でその歌声を聞いてもらうことで、がむしゃれにあれば何でも挑戦できるっていうことを示したいと話されているということです。今の桜まだかは、夢は桜まだか、夢は咲いたか、香りを放つ思いはあるか、明日は晴れるかな、きっと晴れるさ、何気ない今を愛しく思うという内容ですね。その CD をですね、昨年4月から無料配布に切り替えて、今まで6200枚自分たちで作って無料配布ということですよね。障害のない人も暮らしやすい社会になってほしいと話すジャハナさん。障害のある人も障害のない人も暮らしやすい社会になってほしい、曲を聴いて応援したいかどうか判断してほしいと言い、まずは5万枚を目標に最終的には全県民に配って聴いてもらうことを目指しているということです。そして夢は紅白歌合戦出場ということですね。ルーシーもその日に聞いてきました、その言葉を。アミゴセステイサムジャハナエス、un joven que sufre de distrofia muscular y ahora se encuentra en silla de ruedas, pero el que pueda cantar es un milagro, y lo que él quiere es su meta es llegar a regalar 50.000 CDs. Hasta el momento él ha obsequiado a su alrededor a las personas como cerca de 6.000 CD. Lo que él quiere es que escuchen sus canciones, y él lo que él pide es una sociedad en lo que el impedido físico y la persona bueno, que no tiene ningún impedimento físico puedan vivir en armonía y en paz. ではその指示の中からもう一曲聞いていただきましょう。最後の第5曲目、旅の途中。Otra canción de Isamu Yahana, la canción se llama Tabino Tochu. Excuse me. それではお聞きください。
ジャーナ・イサムさん、コンスタン・クローで旅の途中お聞きいただきました。クチャランポール・イサム・ジャハナ、デル・グルポ・コンスタント・グロー、若者、旅の途中、若者らしいエネルギーに満ちたメッセージの曲でございました、はい。もし機会があったらこちらにゲストに来ていただいてお話も伺いたいなと思ってます、はいはい。お楽しみなさってくださいませ、はい。さあルーシさん、今日は2015年最後の生放送でございます。スペシャルですね、はい。今年も皆様にお世話になりましてゲストの皆様、リスナーの皆様、本当に、ルーシーのイチャリバアミゴス、この番組を可愛がっていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてこの最後の放送の番組のゲストにお迎えいたしましたのは、今日は素敵な女性、飯田麻里奈さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。飯田さんですから、はい、本土の方ですね。はい、本土は埼玉出身でございます。埼玉、はい。私も学生時代は埼玉に通っていました。通ってたんですか。大学埼玉大学だったんですけどね。と埼玉県内の、はい、はい、東武線だったんですよ。懐かしい。東武東上線、東武東上線でございます。何駅？私は四季駅が近かったですかね。四季、東武東上線。四季、四季。何だった？ですね、志すに木、四季。本当、私はですね、もう都会から池袋ですよね。はい、池袋です。始発ですよね。はい、そうです。向こうから田舎に向かってずっとずっと、川越も越えまして、霞ヶ関。ああ、はいはいはい。あんな遠いところに霞ヶ関があるんだよ。霞ヶ関、わかりますよ。高校が川越市駅だったんですね。本当ですか。はい、川越は、リトル江戸みたいな感じで、いい街なんですよね。はいはい、そうなんですね。小江戸川越と言われてて。なんか、お芋が、はい、お芋、さつまいもが。さつまいものなんか特産です。ですよね。はい。そういう懐かしいお話でございます。飯田麻里奈様は実は先日ルシも呼んでいただきました、ロイヤルコミュニケーションクラブの、はい、ね、忘年会でですね、まあその前からご一緒して、うん、はい、会ってはいたんですけれども、そこでお会いしてましたけど、はい、その時にも演奏をされて、はい、ウクレレの講師として、うん、そちらではウクレレの講師として、はい、はい、クラスを持たせていただいて、ね、はい、それで先生なんだってそんなにお話はしたことはなかったんですけど、その、はい、忘年会の時にルーシーの、はい、歌に合わせてフラを踊ってくださって本当にありがとうございます。どうしてもないですよ。なんか飛び入りで申し訳なかったです。本当に演奏しててこう出てきてくれて、この、はい、踊りながらこのしなやかにとっても感動しました。ありがとうございます。とっさのアイデアでございましたけども、ということでですね、はい、ロイヤルコミュニケーションクラブというのは、はい、こちらで少しずつお話はしてるんですが、まあ、今年からルーシーが、古典の曲を中心にということで三線講座を持たせていただいている、まあ、カルチャーセンター、サロン的カルチャーセンター、うん、ね、まあ、シニアに向けてではありますが、なんか沖縄では年齢制限はないと伺ってますよ。で場所は、浦添市の元のショッピングセンター。今はなんて紹介すれば、ショッピング浦添ショッピングセンターの内の3階。今も浦添ショッピングセンター前は大英、前が大英で、はい、今は浦添ショッピングセンターとして愛されている場所ですが、その3階にな、んかあれ何階だかよく分かんないみたいな、ね、はい、駐車場借りた、ね、すごい中2階どこ行っても同じところにいるみたいな。あ、そうそう、ありますあります、ぐるぐる回ってね。その場所でですね、麻里奈さんはいつから教えていらっしゃるんですか。はい、あちらではですね、いつからだったかな、去年、一昨年、そうです、ウクレレ、今年が2年でしたもん、2周年だったので1周年の周年祭から出させてもらってるので、はい、そうです、はい、皆さん楽しんで、理事長の松浦さんも一緒にお弟子さんとして、そうなんですよ ね、はい、いい声ですね、松浦さん、はい、いい声してるんですけど、はい、麻里奈さんはですね、うん、あちらでは、ロイヤルコミュニケーションセンターでは、はい、クラブでは、はい、ウクレレの講師としていらっしゃいますけども、はい、ウクレレと、はい、
フラの指導者として、はい、そうですね、今インストラクターとして、はい、活動してますね。はい、ですけれど持たせていただいてますこのまあまあ興味あるところはなぜ沖縄にいるのか、はい、そしてまたなぜこのハワイ、はい、アンの世界に、はい、ね、飛び込んだのかというお話を、ね、はい、伺わせていただきながら、こちらでスタジオでまた生演奏、はい、そしてルーシーとのコラボも皆様にお聞きいただくことになっておりますが、ではまずそのお話、まずはハワイアンですかね。ハワイアン、まずはじゃあ沖縄、まずは沖縄ですか。はいはいはい、沖縄で、そうですね、私の、まあ、親戚のおばである、うん、おばさんがですね、まあ、那覇出身で、まあ山梨に嫁いたんですけども、まあ、そのおばさんがいまして、まあ、ちっちゃい頃から沖縄のね話とか聞かされてて、チンスコをね食べながらどんなとこなんだろうなって、もうともかく南国にすごく憧れてたというか、うん、でまあ大人になりながら今度はフラを始めて、まあ、フラはハワイ南国、うん、あ、これはね沖縄とハワイはやっぱり似てるんだろうなってところで沖縄に沖縄に、ハワイじゃなく沖縄に。似てました？似てるようで似てない。ですよね。どっちもそれぞれ良さはね。例えばハワイに行ったら、はい、うわハワイと思う。そうですね。行くまでは、うんうんうん、まあ、日本人だらけとか、はい、まあ、沖縄と似てるのかねみたいな感じで、うん、あ、別にって思ってたんですけど、行ったらやっぱり、うん、ハワイって感じで、うん、みんなが来る意味がでかいで。よくわかるって言ったら思いましたよね。また沖縄とまた違うこの自然の素晴らしさとか、うん、広いね、広いし、うん、この開放的な、うん、この人たちのホスピタリティ、うん、もう素晴らしいですよね、うん、というところまではすみません、スペイン語でご紹介をさせていただくの忘れてましたのでお願いします。アミゴさん、ミタルディアエスマリナイーダ、マリナイーダエイアエスステーella nació en Saitama Ken. Ella pertenece a Saitama Ken. Y bueno, ella desde muy niña practica las danzas folclóricas de Hawái, el hula. Y después también practica el ukulele. Y ella se dedica a enseñar el ukulele en el local de Urasoe Shopping Center, en el tercer piso hay un local que se llama el Royal Community Center, es allí donde ella da clases de ukulele, y bueno, yo también estoy dando clases de sanshin, y bueno, ella también tiene su grupo, su banda, ¿no? Su conjunto de música de Hawái, el grupo se llama Hawaiian Band Koa, Hawaiian Bat Koa. Bueno, y ella se dedica a enseñar en diferentes locales y también hace sus presentaciones. Ella sea en Okinawa o fuera de Okinawa. Sí. De Honno ni irashita toki kara mo hajimete ita. So desu ne. De Saitama ni iru toki kara fura dansu o master. Ne, Okinawa fura toka Hawaiian なんて言ったんですか、ハワイアンの世界は人口が多いんですけど、はい、埼玉どうなんですか、はいはい、埼玉も、まあ、自分が始めた時は、ね、まだそんなにいなかったとは思うんですけど、まあ、今すごいやっぱり人気ですよね。人気ありますよね、はい、意外なところでみんなやってるっていう話聞くんだけど、はいはい、ペルーでどんなハワイアンペルーではフラダンスとかさやってますけど、うん、まだ そんなに私は、ね、ちょっとペルーとハワイアンがちょっとあまり結びつきにくいイメージ的にはね、今ご紹介してましたけど、はい、フラのことはウラっていうんですか、はい、H が飛んで、はい、ウラウラ、うん、ウラウラウラあ、エルウラウラって今思い出しました。スペイン語でなんていうのかなって、ペルーでなんてウラウラで、うん、重なるウラウラうん、ウラウラ、ルシーさんも似合うよね、なんかね、この黒髪を、そうね、ロングヘアだから、ね、好き、似合いそうな気がなりたいですね、はい、いつかね、どっかで、あ、ブセンなんかどっかで、あのウクレレ、あの うちの、 あの、はい、ルシー&ザ・パラカスというところ、バンドがあるんですけれど、はい、あの矢野さんやルーチョが、2人でまた、うん、ウクレレデュオをしてて、でその時にウクレレ一緒にバンドで出演させていただいたので、はい、そのウクレレを借りてちょっとポーズわーっとってみたら、海をバックに素敵でしたよ。素敵ね、この演奏がこのバックに、うん、そう、うん、この
ちゃいます。ウクレレの音色がね。このあのハワイアの世界っていうのはこの、うん、なんていうのかな、波のさあのこのサウンドっていうんですかね、リズムっていうかね、うんうんうん、そういうのにあって、うん、この体が癒されるっていうんですかね、うんうんうん、そういった効果もありますね。そうですね、もともと歌ってる詩がで自然を叩いたりとか、うん、そういうものがね多いので、やっぱり自然とこう調和するというか、うん、ね、そうマッチするでしょうね。昨日あるとこに行ったら、はい、まだまだこの自然に対する感謝が足りないよってアドバイスがあったので、そうなんですか、2016年はさらにまたこの自然に感謝しながら一日一日を生きていきたいなって思いましたね、ルシーさんね。大事なことですよね。そうですね、感謝するのは、まあ、忙しい忙しいって口に出しながら生きていたら、いろんな 見ないといけないとこ見えなかったりとかする、うんうん、はい、最近はですね、また別の話ですが、雲がすごいんですねって思って、うん、空を見上げる時間っていうのも必要ですね。あ、はいはい、わかります。雲が大きい、あのやっぱり内地にいるとビルとかのね合間から見るから、こう沖縄にやっぱり来た時に、あ、こんなに雲って大きいんだみたいな、近い、うん、大きいし近いんだなってね、あ、やっぱり思いました。皆さんも、はい、本当ですよね、はい、ペルーポリでも月がとってもいつもちっちゃく見えたけど、ペルーは月が小さい。あ、そうなんですか。沖縄にはすごいでかい。なぜやねん、なんか関係、位置の関係ですか、ね、緯度っていうんですか。そう ね, ね、時々本当にあのふと見上げた月がこんなでっかいのって思う時ありますよね。あります、素晴らしいね。あります、あります、特に満月ですよね、はい、こう海からちょうど上がりたてのが一番大きい。なるほど。だって最近ちょっと誰と見てるの。一人です。では一人でございます。シングルです。今日は11月18日ということで、ね、はい、まあ、まだちょっと満月に近い月、ですが、この月に、注目して、昔の人たちもいろんな歌を作ったりとかしてますけれどさ、はい、まあ、たまには私も最近首里城のあたりでこう空を見上げる機会も多いんですけれど、今この開けた空を、さっきのアドバイスしてくださった方じゃないんですけど、この、はあ、ありがたいなってこれどうしたんですかって感じですよね。首里城からお月様って素敵ですね。私知らなかったんですけど、そういう機会がなかったから、あの首里城のこの広い空を眺めるところのちょっと上に行ったら、はい、夜すごい景色が、夜景が綺麗で、結構高いところにねありますもんね、あのデッドスポットって。あ、本当ですか。いましたよ、何組かそこに。ということでですね、そういう話もあるんですけど、行ってみれたら行きたいと思います。行きましょうね、はい、なんで二人で行くんですかね。ということで、マリナさんは、はい、まあ、この指導されているということでですね、はい、まあ、ロイヤルコミュニケーションクラブでは、はい、ウクレレですから、はい、そちらの方でウクレレ近いところで、はい、あの、はい、マリナさんの、はい、指導を受けられたいなと思われる方は、はい、このクラスは何曜日の何時ですか。クラスはですね、火曜日の、午前10時半から12時まで、はい、で火曜日も月2回ということで、あ、そうですか、はい、特に第何火曜日とか決まってないので、前にそうですね、一応次は何とかみたいな、うん、お電話していただいて、はいはい、お電話番号差し上げ、はい、あ、ご紹介いたしましょうね。これはまあ全国的に共通なんですが、そちらの方から案内があると思います。お電話番号0120-169-789 0120-169-789 のフリーダイヤルで、お問い合わせお申し込みはお受付しておりますので、こちらの方にお問い合わせお願いいたします。ちなみにルシーさんは、古典の音楽三線の指導は何曜日何時ですか。あの毎週水曜日10時半から12時まで。意外にこれあんまり告知してなくて。あ、そうなんですか。こちらにも松浦さんいらっしゃいますけどね。そうですね。あ、そうなんですね。あ、ルーシーさんの方は水曜日の10時半から12時、そしてマリナさんは月2回ですが、月曜日の10時半から12時。火曜日。あ、ごめんなさい、火曜日の10時半から12時、はい、火曜日の10時半から12時ということで、はい、楽しい感じでね、はい、なんかも優しいスタッフに囲まれということですね。楽しい、温かいスタッフが迎え入れてくれると思います、はい、ですよね、はい、そしてまたフラの方は、はい、
フラはですね、はい、ちょっといっぱいあるんですけども、うん、私が今住んでます、うるま市石川あがり浜、なんと、はい、この近くじゃないですか。そうなんです、うるま市石川あがり浜、ここまで今日5分ぐらいできました。山をこう下ってくる感じでね、地元の方でございます、はい、地元なんですけども、はい、ここ実は、はいはい、の旭区公民館っていうところと、うんうん、あとはですね田葉、同じうるま市内は田葉公民館で、今ただちょっと建設中なので、S の公民館かウルミンでレッスンしてます、うん、タバのクラスは、うんうん、あとはですねカルチャーです と、ペアーレさんですね、沖縄市松本にあるタピックという、はい、ペアーレ沖縄タピックさんで金曜日、まあ、夕方クラス持たせてもらっていて、あとは浦添の方と名護の方と、はい、県にあちこちお忙しい毎日じゃない、本当すごい ね、 ねもうどんどんこの、はい、楽しまれる方を増やしていただきたいです ね、 そうですね、この若い素敵な先生、はい、マリナさんのもとで、はい、楽しんでいただきたい、はい、今募集中のクラスはですね、うん、はい、浦添のクラスちょうど水曜日の、水曜日のですね10時半から水曜日10時半と1時半からと、うん、まあ、あと夜のクラスがまた、開講します、7時半からですね。すごい、浦添の内間、浦添市内間、浦添高校のそばに、まあ、スタジオがあるんですけど、スタジオで、はい、スタジオ、ここはスタジオなんです。夜景見に行くしかない。ないですね、忙しくて。はい、そうなんです、はい、じゃあ紹介お願いいたします。La señorita Marina Ida, ella enseña aparte del ukulele en el Royal Community Center los martes de 10:30 a 12, también se dedica a enseñar los bailes folclóricos de Hawái, el Lula. Ella enseña en el Kominkan de Asahiku, después en el Kominkan de Taba, en Okinawa Shi.Y después en la zona de Pearen. Pearen te va a do Okinawa Shi. Ah, en Okinawa Shi, en el local de Pearen. En Okinawa Shi. Después en Urasoe, al costado de Urasoe Koko, hay un estadio y ella enseña ahí los miércoles el horario de 10:30 de la mañana.De 1:30 de la tarde y de 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. 10:30 de la mañana, 1:30 de la tarde y 7:30 de la noche. Es en Urasoe, es al costado de Urasoe Koko. ありがとうございます。これブログです。ブログですね。はい、ブログにもありますよ。はい、これは飯田マリナさんで検索していただければよいですね。そうですね、はい、出てきます。はい、出てきます、はい。そちらの方に詳しく各、はい、教室、はい、募集クラスが、はい、募集クラス、はい、案内がありますので、はい、そちらの詳しくはご覧いただきたいと思います。Amigo, para mayor información pueden ver el blog de Ida Marina, el blog de Ida Marina。はい。それでは早速、はい。マリナさんの演奏を皆様にお届けしていただきたいと思いますが、はいはい、最初はやはり最初はソロで、はい、聴かせていただきたいなと思います、はい、じゃあですね、こっちがいいかな、はい、牧伸二さんの懐かしいです、皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。ルージュを覚えて分かる、牧伸二さん、昔ね、私がね生まれる前ですけどあのウクレレ漫談って言って、それで番組があって毎週毎週、生まれてないんだけど毎週毎週楽しみに見てたんですよ。生まれてないんだけど、はい、生まれてないんだけど、ね、もうみんなもう覚えて歌ってました、はい、一緒にあれね。そうですね。でそれのそれのああやになっちゃったっていうのの、うん、曲の、原曲となっているタフワフワイという曲を、あれは曲がちゃんとあったんですね。そうなんですよね、うんうん、でこれちょっとハワイ語というか言葉になってなくて語呂合わせの、まあ、歌詞なんですけれども、まあ、メロディーはそのままね、牧伸二さんが歌われてメロディーが出てくるので、はい、まあお聞きなじみがあるかな、はい、と思います。あります。はい。A mí la canción que nos va a cantar
Marina se llama una canción muy tradicional de Hawái, Tawawai. にぴったりですね。かわいい。いつもさ、いつ聞いてもこれ楽しくなるね。ハワイはね、本当に。はい、なんか意味のない言葉を連ねてるということですけど、なんかハワイっぽく聞こえますね。はいはい、そうですね。そこはまあウクレレが、ね、のサウンドが。私はこのハワイの言葉を聞くと、ひれ伏したくなるような感覚を覚えるんですよ。うん、このサウンドが。あ、そうなんですか。うん、あの独特ななんか周波数持ってるなって思うんですよね。はい、それでは続けて、はい、お願いします。続けてもう一曲、じゃあ、はい、マイナさんの曲を、はい、はい、今度はですね、ハワイ島の、うん、土地の名前ですね、コナというところ、コナ市というところがありまして、コナコーヒーで有名です。コナコーヒー、そうですね、はい、はい、ご存知の方いるかと思います。はい、コナを称えた歌、イコナという曲を、はい、これはちゃんとした歌詞、はい、そうですね、ハワイ語になります、はい、お願いいたします。はい、otro tema que nos va a dedicar Marina se llama Aikona。Thank you.
なんかルシーも一緒にやってみたいじゃないですか。で今日はあの許していただきましたのでルシーと一緒にハワイアン。そうですそうですそうでした。はい、お願いしましょうか。はい、まあ皆様よく同じのですね聞いたら、あこれかと思われると思いますが、月の月の弱弱、はい、月の弱。じゃあ一緒にお願いいたします。はい、金魚の穴、ネタソソにしましょうね。ネタソソも時間が私がまた時間経てたんですね。ネタソソあの時の再現ということで、はい、まあラジオだけをお聞きの方には、残念ですが、この画面をご覧いただいている方にはですね、なんと今日はこの生でマリナさんがフラをルシの歌に合わせて踊って、くださるということです。あ、これで、はい、はい、amigos、マリナのソベラです、la canción Nada Soso、nos va a bailar una demostración de Ula。 はい、thank you。
でしたが、素敵なゲスト飯田麻里奈さんをお迎えして、はい、ハワイアン、はい、at the end of the year ということで、スペシャルお送りいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。します。それでは来年まで、はい、amigo, muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos el otro año. Chao. Que la pasen lindo. Mahalo. Mahalo.